んにちは、まーです。ラスクラやっていきたいと思います。はい、ということでちょっとねお久しぶりの動画になってしまってすみません。あのさ、ちょっともう消しちゃったんだけど、なんかね友達特典の報酬ですみたいな感じで最近やたらクリスタルもらうんですけど、あれなのかな、誰か初めて私の ID を入れてくれた人とかがいるってことなのかな。なんかあんまり私特に、あ、これか、まさに私特に招待とかはしてないけど、あれしたのかな、いやしてないよな。招待し、あ、招始めた人が ID 入れたらなるんだ、そういうこと。うーん、あ、そういうことなのか。多分なんかもらったんだよな、結構多分この友達から招待されるとっていうのは私ないですよね。あのリリース当初からやってるから、このと紹介した側みたいな感じなのかな。もらってましたねよくわかってないんだけど、ありがとうございます、入れてくれた方。はい、最近始めた人たのかな。最近私ねフレボーとかもしてないんですけど、いやでもありがたいですよね、始めたばっかの人がこう見て入れていただけたりとかしてたら、ありがとうございます。はい、ということで今日なんですけど、まああの今ね、コラボ来てます。バルキリープロファイルエナスとスターオーシャンセカンドストーリー R っていうことで来てるんですけど、まあチケットがねちょっと手に入ってイベントそんな回れてないんですけど、配布のチケとあの元々のチケもあるので、このチケットの方ねちょっとしかないけど、まあ、そちらちょっとね引いていこうかなと思います。大したね数ではないんですけども、よかったら最後まで見ていってください。じゃあまずこのね5枚いきましょうか、普通のチケット。あ、そうだ、交換もね忘れないようにしなきゃいけないですね。コラボの1,2,3,2。いや、ていうかさ、急にめっちゃ寒くないですか。急に寒くなりすぎてマジで寒いんだけど語彙力ないけどさ、めっちゃ寒い。1,2,3,4,5 赤にならず。で、じゃあこの SSR 確定引きます。いや本当に寒いよ、なんか寒暖差が激しい、マジで。なんか昨日そんなこんな高かったのに今日こんな寒いのみたいな。いやもうね、半袖短パンみたいな格好ではいられないですね、ほんと。あー、かぶりね。オッケー、そしたらじゃあまずこれからいきますか。7枚。さあ赤くなるかな。まあなんなくてもね、変わる可能性はあるのでね、出た後に。さあ全然なんないんだけど、びっくりした。なんかさ、赤玉になんなくてもワンチャンっていう可能性が出てから結構期待しちゃうんだけど、意外とないよね。じゃあこれも7枚、復刻ですね。さあだからここでさ、まあまあ黄色でもまあまあみたいな、赤になんなくてもまあまあって思ったのは罠かもしれないし、ワンチャンかもしれないし。あ、オッケー、変わった。演出はなし。2個ある。いや全然止まる気なかったじゃん。じゃあ行こうか、10枚。さあこのゴリゴリの人強そうだよね。はい、青からの1,2,3。どうか。まあこの青で絶望させといてからの玉チェンで赤。逆に期待しちゃう。よー、なんやねん、かぶったし。激アツの展開だったのに。ではこっち行きますか。ディアス、はい、これラストだね。最近なんかねチケット運がね途絶え始めたんだよね。
割と、まあでもやっぱコラボだからね、そう簡単にはいかないか。はい、赤。はい、演出。ユニット確定だよね、これ。はい。まあ、被りもあり得るから、油断はしない。落ち着く。おーらね、被ったやんけ。くぅ。いや、期待したわ。今なんかさ、ミッションで1枚もらったから、引くね。なんかさ、石結構溜まってるから、なんかカクカクしてんだけど、大丈夫かな？石結構溜まってるからね。まあ、引けなくはないんだけど、全然ダメじゃん。ちょっとまあ、推しコラボじゃないっていうのもあってね、取っておこうかなとは思ってます。で、交換所ですね。これですね、まだちょっと悩んでますね。まあ結構なんかレナね、おすすめみたいな感じでは言っていただいて、まあ見た目はクロードなんだけど、どうしようかなって感じ。で、ツイッターでは言ったんですけど、一応改めて動画でも報告したいのが、まだね、育成全然やってないんですけど、このセラちゃんをね、交換しました。皆さんありがとうございました。なんだっけな、統合記念かな？統合記念の交換チケットで、やっぱりこう見た目のセラちゃんで行かせていただきました。で、アークが、どれにしたんだったかな？あ、これ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 。まだごめんなさい。育成途中なんだけども、秘境の街、こちら、スキルもね、いいなと思ったので、こちらにさせていただきました。本当ね、アドバイスいただいた方、アドバイスくれた方、本当にありがとうございました。これセラ、皆さんに言えたし、待ち受けにしようかな。これだ。ああ、いいですね。オッケーオッケー。はい、ということでね、ちょっとお久しぶりの動画でしたけども、ラスクラこんな感じでやっておりますので、ちょっとね、ガチャダメだったけど、ちょっとイベントもね、回っていきたいなと。あと10日かな？うん、行きたいと思います。でね、残りのチケットでどうかっていうところで。で、さらにそれを踏まえて交換所どうするかっていうのをね、また皆さんにご相談するかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。はい、ということでよければチャンネル登録と X のフォロー、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。